若干批判してみたいになっちゃうけどね。だから、ホワイトを前に上げた時に、右足でもクロス入れられるしね。 アーセナル4123でインサイドハーフに腕ゴールとスミスロー同時級は僕一番見たいですね、それが。ジャカのポジションすごい合うと思いますよ、あのスミスローは。ジャカもいいから、ね、別にこの言い方するとね、なんかジャカ批判してみたいになっちゃうけどね。僕は普通に、でも何よりスミスローはあれですが、ね、怪我であの高いパフォーマンスを常に出していられないというか。そうマッチフィットネスが整ってない状況も多いと思うんですよね。アーセナルスミスローとマーティネイィ同士、2人とも同時級できるフォーメーションありますか。普通にス,ミスローをトップした使えばいいんじゃないですかね。もしくはゼロトップとか。昨シーズンのアーセナル、トーマス第1にホワイトを中盤起用しな 予想しますか監督目線でご協力お願いしますその場合に後ろを任せられる選手いなかったからかと思いますねやっぱりあのビルドアップの時のスタート地点がセンターバックとかになるしその時にホールディングがさ迂回経路作るの上手くなかったりとか無理に縦パスけたりとかそういうのあったじゃないですか だから、ホワイトを前に上げたときに、で、富安も結構離脱したから、富安中を使ってセドリックとか、もしかしたら、もうちょっと富安が稼働できたらあったかもしれないけど、ホワイトが前に行ったときの中央のプランが、まあ、信頼できる人がいなかったって僕は思ったまですね。タバレス、アタランタ、ほぼ格なんだ。でも売れてよかったっす。売れるだけタバレスいい選手。あの、ドリブルでの持ち上がりとかね、右足でもクロス入れられるしね、ウィングバックで上下運動させるんならね、高級なモーゼスみたいな感じです。問題はロコンガとペペですよね。<music>